えー、人と話しているとき、相手の何気ない一言をネガティブに裏読みしてしまい、動機が激しくなり、言葉が続けられなくなってしまいます。セルフコンパッションやアクトで後に、えー、引きずらないようにしてますが、コンボでに改善する方法はありますかということなんですが、あ、裏読みしようとしているときにディフュージョンを思いっきりやるのがいいかもしれないですね。要するに、 アクトの話で、あの、アクトって言ってね、あの、自分のネガティブな感情とか、自分の頭の中でこうさ、人間でさ、こう、いろんなこう、声が聞こえるんですよ。そう例えば、相手に嫌なことされた時に、ね、わ、こいつ自分のこと嫌だと思ってんだな、で、こいつお前のことバカにしてるぞとか、こう、いろんなさ、こう、妄想が生まれるじゃないですか。で、これって脳内で展開されてるストーリーで、で、これに巻き込まれると、うつっぽくなっちゃったりとか、ネガティブな、 感情がコントロールできなくなったりとか、いろんなですね、問題が起きるんですよ、人間って。で、これをコントロールするための方法として、開発されたのがアクトと呼ばれるテクニックなんです。で、これをやるときにポイントになるのが、相手に対して深読みの感情が生まれたりとか、言葉が生まれるのは全然いいんです。なぜかっていうと、人間って自分の感情とか、急に湧いてくる思考とかは、絶対にコントロールできないからです。はい。これはもうコントロールしようがないんでしょうがない。ただ、 湧いてきた思考に囚われる必要はないんですよ。だから、あ、今またネガティブな感情が湧いてきたなネガティブなストーリーが頭の中で展開されたなってことに気づいてもらって、で、あのー、それでいいんですよ。気づけばいいんです、それで。で、それから、それがだんだん消えていくのを見ていくみたいな、あの、だんだん薄くなっていく、はい。これも、まあ、アクトのトレーニングをひたすらやるしかないですね。はい。